新しいアジア太平洋の世紀、いよいよその幕開けです。かつてない規模の人口8億人、世界経済の4割近くを占める広大な経済圏が生まれます。そしてその中心に日本が参加する TPP はまさに国家100年の計であります。これらの農産品の輸入が万一急に増えた場合には、緊急的に輸入を制限することができる新しい政府ガード措置をさらに設けることも認められました。